ロー YouTube イエス時間の鬼まむしこと沢茂美です。さて今日はですね、フィロソフィスト沢茂美ということで、今日もユダヤ本について少し共有していきたいと思うんですけれども、ユダヤ人っていうのはですね、一体何かっていうと、イスラエルに住んでる人とかそういうんじゃなくて、ユダヤ教を信じている方々がユダヤ人。信じているだけじゃダメなんですね。正式な、儀式にのっとってユダヤ人と認められなきゃいけない。あと、ユダヤ人のお母さんから生まれてきた人が、これがユダヤ人というふうに定義されているわけなんですけども、ユダヤ人がどうだっていうよりも、ちょっと今日はユダヤ教の話を少ししてみようと思うんですけど、ユダヤ教というよりも、その宗教っていうのはやっぱり宗教に共通したミッションっていうのはですね、やっぱ人々を悩みから解放するってことなんですね。今でこそ食べ物が食べられるし、そんなに悩みも、悩みはね、人間の脳が存在する限り尽きないんですけれども、昔は無慈悲にもうそこら辺で人が死んでたり、理不尽な理由で殺されたりですね、もう本当にもうこの世が我々が今考えるのと比べて圧倒的にこう理不尽な、もう救いが少ない、そういうちょっと間違えば死んでしまうような、そういう厳しい世界だったんですよね。その日照りが続けばとかね、水がって本当にもう今から考えたら考えられないような、もう厳しい世界だったわけです。そういう無慈悲な世界の中でどうやって救われるかっていうと、方法は2つあって、脳科学的にどうなのかって話と、要は神様というものがいて、現世とその来世は切り離されてるから、今カルマを徳を積みなさいとかですね、要は次のその来世、神様が作った、あなたは選ばれてる人間ですとか、その神様っていうのが出てくることによって、要は救われるわけですよね。要はいろんなものに説明が与えられる、納得できるっていう、これが救われるってことなんですけど、もう一つその救われる方法は悩まないってことで、これが私は仏教はそっちのものなんですよね。途中釈迦がもともと唱えた仏教っていうのは、実はサイエンスにめちゃくちゃ近くて科学なんですよね。どういうことかっていうと、もう突き詰めると悩むのはなぜかっていうと、もういきなり極論しちゃうんでちょっとわかんないかもしれないですけど、悩むのはなぜかっていうと、自分の感情とその事象が結びついているから悩むんだ。つまり、これはいい、これは悪いみたいな感情があって、それが結びついているからなんか悩むんだって、全ての物事が同じように同等であればこれ悩まないんだっていうのが、これが釈迦が唱えたその下脱悟りなわけですね。でもその後のお金儲けとしての仏教っていうのがやっぱり出てきて、やっぱり信じる者は救われるとか、陸道輪廻とかですね、やっぱり転生してその世界があるんですっていう、そういう教えにちょっとなっていっちゃったんですけど、もともと釈迦が唱えた純粋な、それは仏教とは言わないですね、釈迦の教えとかって言うんですけれども、それはもう悩まない悩まないっていうか、下脱するっていうのは、全ての価値観と現実の知識を切り離す。だから何が起こっても悲しくないし、反応しないし、その状態が下脱であるっていう、つまりもう端的に言うと、自分の母親とそこに落ちている紙くず、どっちが大切ですかって聞いて、どっちも大切です、同じです、どっちを取れって言われたら私は分かりません、なぜならばどちらも同じ価値があるからっていうような回答をする状態、これが究極の、だって感情とか好きとか嫌いとか重要だとか重要でないっていうのが全ての知識と切り離されてるわけですから、全てがただの知識であって、それが結びついたからどうしたとか、自分が得をするとか、お腹が空いたとか、感情とかと全く切り離された状態ですね。そうすると何が起こるかっていうと、これ悩まないんです。だって何でも同じだし、何が起こったって そっくりそのままでいいな悪いなって思わないわけですから、そういう方向にその脳を持っていきましょうって言ったのが、その釈迦なんですね。そうするともう当然悩まないんですよ。もちろんそこまでたどり着けないんですけどね、釈迦様は当然たどり着いたでしょうし、そのね、菩薩から如来かにこうなった時にはみんなそうなるんでしょうね。だから瞑想してる時とか、その半目開きになってそういう状態になるとも言われてるんですけれども、それはさておき、ちょっと仏教の話が過ぎてしまいましたが、要は神様を作るか、脳の中で何を信じるかによって、要は悩みから解放される、その
で、まあ、すみません、なんでこの話になっちゃったかというか、そうか、ユダヤの本でユダヤ教っていうのが出てきて、まあ、そんな話になったわけですね。まあ、一神教と多神教っていうのもありますけども。で、まあ、ユダヤの商人ってなんか聞いたことありますね。まあ、ベニスの商人なんていうのもありますけど、まあ、日本だと、まあ、日本マクドナルドを創設したその藤田伝先生とかが、まあ、日本で唯一のユダヤの商人、最初の第一号なんてよく言われてますし、まあ、伝先生の方はですね、私も結構読んで、マクドナルドをずっとバイトっていうか働いてみたかったんですけれどもね、この間、初めてマクドナルドで働かせていただいてですね、3ヶ月しか働けなかったんで、ちょっと引っ越しちゃってですね、あんまりちょっと覚えたてで抜け出してきて、もったいなかったんですけど、まあでも、マクドナルド、ユダヤの商人、その藤田伝さんもそうですし、まあ、要はそういう原理原則に基づいて、どうやったら人のためになるのか、このように価値を新たに生み出されるのかっていうことを、こう、効率よく考えるわけですね。まあ、マクドナルドのアルバイトは楽しかったですよ。まあそんな話はまた後ほどしたいと思いますけれども、藤田伝さんもそうですけど、そのラリー・ページ、Google の創始者の方ですよね、とかザッカーバーグさんも、要は本質を見極めてると、やっぱりそのいろんなものが集約して、この人類にとって本当の価値は何なのか、人間の脳は何を求めてるのかっていうのに、まあおそらくたどり着きやすいでしょうね。で、私もまあまあそれなりにたどり着きますし、これからも考えていきたいと思うんですけれども、まあそのために皆さんどうか私を支援してくださいね。100億円くらいボーンと寄付していただいて、よろしくお願いいたしますね。そしたらこの世の中にどんどん価値を生み出して、人類をアップデートしてですね、より良い世界にしていきたいと思いますが、まあこのタルムードっていうのはですね、ユダヤ本の中でもまあその原理原則がだけが書かれていると言われている、まあ、この非常に多岐にわたることが書いてある。例えばまあ8歳の子供にはこういうことを言え、3歳の子供にはこういうことを言えとか、なんとかの場合はこういうことをしろみたいなのが結構具体的に書いてあったりしてですね、まあ、なかなか私も現地を読んだことないですけど、これからも勉強していきたいと思うんですけれども、まあ、その中の一つにですね、賢者は7つの長所を備えているっていう話があってですね、まあ、自分よりも賢い者の前では聞いていることと、まあ、賢いかどうかね、最後まで話を聞かないと分かんないですけれどもね、他人が話すときに邪魔をしないこと、答える前に考えること、話題と関係のある質問をし、筋が通った答えをすること、で最初にしなければならないことを最初にし、最後にしなければならないことを最後にすること、で知らないことは知らないと答えることで、真実を常に学ぶこと、この7つがですね、の長所を備えていなければ、まあ、賢人とは言えないっていう話があるんですけど、まあ、私ほとんどっていうか全然できてませんけれどもね、ただまあ一つできているのは、まあ、知らないということは知らないと答えるっていうことはまあできるのかなって、まあしね、私が知ってることはこうだけど、あんたそれ間違ってますよって、そうなんですかつって、ね、それでまあ議論を繰り返して、何かまあ、そうだなって思ったら、当然私の知識を塗り替えて書き直していきますけど、それでも頭悪いんで、また同じことで喋ってるかもしれないですけどね。やっぱりもう5000年前からね、こういうこと言われてんだなって、まあ、ユダヤ人ね、なぜ耳が2つあり、口が1つあるのか言ってみろとかって、いや、それは私が喋るのの2倍は人の話を聞きなさいっていう、そんなことがね、タルムドによく書いてあるんですけれども、まあ、まさしく、人の話を聞いて、つまり自分にない概念構造、価値観によって基づいて出てきた話を聞いて、それで考えて、最初にやるべきことをやって、最後にしなければいけないことを最後にして、つまり順番を間違えずに、知らないことは知らないと言って、真実を常に問うこと、真実っていうのは、まあ、原理原則、常に成り立つことっていうのが、まあ、数学的にも真実ですよね。まあ、トートロジーとかって言ったりしますけれども、高等式ですね。っていうのが、この賢者の7つってことで、まあ、私はこれからもぜひ実践していきたいと思います。あともう一個ね、これ面白いなと思ったのが、一度蛇に噛まれたことがあるものは、縄を見ても怯えると、臆すると。
そうなんですよね。つまり人間っていうのは脳の頭が良すぎるから、たった一回の経験でもそれを反化しちゃうんですね。反化の反っていうのは一般の反ですよね。つまり一度起こったたまたまの例外だったとしても、それが常に成り立つことだって、特に自分の感情と同時に入ってきちゃった場合っていうのは、それがもうガーンと脳の中に全て書き換えられて、もうそれで一緒になっちゃうんですね。そしたら、まあ、例えば一回たまたま運悪く告白したら女の子に振られただけで、あ、もう僕は誰に告白しても必ず振られるんだっていう知識を反化しちゃうんですよ。もう一度蛇に噛まれたらもうその名を見て、わあ蛇だってなるわけです。これは爬虫類の時代にはですね、まあ、非常に有効な手段でですね、まあ、実は脳科学では紐を見ただけで、紐のようなものを見ただけで怖いって感じる、その蛇とかを学習してなくてもそういう細胞があるっていうことが実は言われてて、これは爬虫類の時代にそういう形状のものを怖いと思う脳内投射を最初から持ってたものが、まあ、優位に生き残った成果なんじゃないのかなんていう話もあるんですけど、実はそういう細胞もあるということで、今度はあながちそのもう学習の成果によってそうじゃないっていうところもこの蛇に関してはあるんですけど、多くの場合はですね、たまたま自分が学習してしまった、その時に感情が強く動いた、それに左右されて、まあ、それが大体まあ、12歳とかね、思春期の前くらいに固まって、まあ、三つ子の魂100までみたいな感じでですね、ずっと自分の人生を、まあ、変えていくと。だからその時に、つまり何をどういう順番で学んでいくのかによって、その後の学びの速度だったり、内容だったり、濃さだったりっていうのが変わっていくってことなので、まあ、ぜひですね、若いうちにっていうか、いろんな本を読んで、さらに本質は何なのかっていうのを常に考え続けてやっていったらいいんじゃないかなということで、だいぶこの今回のですね、ユダヤ第3回になりますけど、まあ、話がいろいろ飛んじゃって申し訳ありませんでしたが、まあユダヤ人っていうのはやっぱり、本とか読み物とか知識とか原理原則とかそういった点について学ぶところはすごい多いと思いますんで、我々もそういうものをいっぱいゲットして、より良い、よりなりたい自分に早くなっていきましょうね。ということで、今日も最後までお話を聞いていただきましてありがとうございました。イエス。